では今回のインタビューは柳沢選手登場いただきます。よろしくお願いします。お願いします。柳沢選手、順天堂大学卒業後に J3 の FC 岐阜、そして J2 の水戸ホーリーホックでプレーして、7月29日にシーズン途中でガンバ大阪に加入されましたけど、最初にそのガンバ大阪っていう話が来た時ってどう思われました？本当にびっくりしましたね、シンプルに。うーん、5月から2ヶ月間怪我してて、あ、はい、それこそ7月の頭に復帰をして、ええ、2試合ぐらいしか出てない中で声をかけてもらったので、考えてもなかったので、そういう意味でびっくりしましたね。もうまさかガンバ大阪から来るなんてみたいな感じだったってことですか？自分も J1 でのプレーは目標にしていたので、高いところのからの、オファーだったので、悩むことなく、へ、即決して。即決、はい。その加入するにあたって緊張みたいのはなかったんですか？大阪の地というか、それに馴染めるかは本当に自分、不安はありました。実際来てみてどうでした、その大阪っていう場所は？そのガンバがあるこの上の方っていうんですか、北摂、大阪の、そこはもうなんていうんですかね、関東と似てる感じで。あ、そうですか。はい、そんなに大阪感がなくて、今もうそうですね、とっても好きです。で、ガンバって、今それこそコロナ禍でなかなか難しいですけど、結構いろんなファン感だったりイベントとかもあって、サポーターの皆さんって結構笑いに厳しいんですよね。いや、やめてほしいですそれはちょっと担当外かなって思ってます自分の中で。じゃあ何担当でいきます？いや、もう僕はもう本当端っこの方で、はい、笑ってるんでって感じです本当に。その水戸時代とか岐阜時代もそんな感じだったんですか？本当そうですね、目立たないように生きてました、なるべく。いや、でも目立っちゃうでしょ。いや、目立たないように生きてますよ。いや、だって結構もうすでに女性ファンは多いと思うんですけど。いや、そんなことないですよ、全然。あんまりまだ感じてないですか？はい、感じてないです。なんかもちろん今ファンサービスとかも、ないので難しいですけど、これからそういうのがあったら結構行くと思いますよ。本当ですか？うん、それはありがたいですけどそんなにやっぱコミュニケーションうまく取れなかったり、やっぱ女性の方と話すのはあんま得意じゃないんで、はい、ぼちぼちって感じですかねまたそれでファンが増えそうな気がしますけどね、その感じがねなるほどね。でも日本屈指のタレントがソロコのガンバ大阪に来ていただいて、いろんな選手とプレーしてみてどうですか、ガンバの選手たちは。やっぱり今までの自分の感覚では、例えば寄せ切れていたりだとか、ボール奪えていたりだとか、やっぱそういうところが練習の中でやっぱクオリティが違うというか、少し寄せるのをサボったりしたら、シュート決められたりだとか、そういうのはすごく感じましたね。なるほどね。そういったタレントが揃っているチームに合流してピッチに立った時って、夏の15連戦の真っ只中、経験したことのない連戦中だったわけじゃないですか。で、やっぱりチームの雰囲気だったり、途中で加わった柳沢選手がいい意味での変化っていうのをやっぱ期待されてたと思うんですよね、周りも。自分がそのチームに、チームを変えようとか、やっぱそういうふうに重く捉えないで、自分が成長できるような、成功じゃなくて成長しようっていうふうに考えてたんで、なんていうんですかね、重く捉えてないというか、もちろんそのチームを勝たせたいとか貢献したいって気持ちはもちろんありましたけど、やっぱ自分一人でやっぱ大きく変化は多分できないと思うんで、そこの本当にちょっとのところだけでいいからっていうふうに、プレッシャーそんなにかかんなかったですね、そう考えていたので、いい意味で肩の力も抜けてたんですかね。スタッフとかからは本当にチャレンジしていいよっていうふうに、失敗してもいいからっていうふうに何度も言ってくれたんで、やっぱそれを信じてプレーしました。その中で生まれた天皇杯
3回戦の松本山雅戦、待望の初ゴールがありましたけども、やっぱり連戦の中で延長戦だけは避けたいというみんなで話していた中で、やっぱ延長戦まで行ってしまいましたし、やっぱその中で、まあ、やってセットプレーで点を取れたのは、まあ、僕の初ゴールとかではなくチームとして本当にほっとしたゴールだったのかなっていう印象ですね。なるほどね。その8月に大阪ダービーを経験されました、まあ、結果としてはね、まあ、ちょっと悔しい形とはなってしまった3連戦だったんですけど、こう肌で感じた大阪ダービーっていうのはいかがでしたか？旗から見てるよりやっぱ内側で感じた方がもう自分は想像している以上に熱いものがありましたね。本当に負けられないですし、まあ、そういういろんな人の思いが、まあ、詰まった中での試合だったので、まあ、自分の中では特別でしたね。まあ、その大阪ダービーを経て、まあ、9月に入ってもなかなかこう苦しい戦いが続きましたよね。選手間だけのミーティングっていうのは何回か行われましたね。やっぱ練習から変わっていかないとチーム変わらないからっていうふうに、まあ、シュウ君を中心に、まあ、みんなで話し合いました。ただその天皇杯の浦和レッズ戦との戦いで、柳沢選手がね、SNS に、まあ、個人的なクオリティの差をこう痛感したっていうようなつぶやきをされてたじゃないですか。まあ、自分たちの中でもやれてる感覚はあって、本当に五分五分の試合、どっちに転がってもおかしくない試合だったんですけど、やっぱり数本のチャンスで、まあ、2点取られましたし、まあ、自分たちもチャンスがなかったわけではないので、やっぱそういう、まあ、例えば2失点目だったら僕がもうちょい寄せたり、やっぱりそこを寄せないとああいうふうに、まあ、いいボールが上がってきたりだとか、逆に言えばカウンターで僕がクロス上げるシーンだったり、やっぱもっといいボールの質が上げれれば得点につながったのじゃないかなって、そういうところがやっぱ差があったかなって思いました。まあ、そこからその、まあ、ご自身後もそういった差を埋めていって、こうどんどんこれからも頑張ってこう活躍してもらいたいって私たちは思ってるんですけど、今後の、まあ、残り少ない試合ですけど、そういった試合に向けての意気込みをお願いします。残りも全て勝って、まあ、笑顔でシーズン終われるように、一つでも順位を上げれるように頑張っていきます。